青コーナーよりザ・ビースト野獣襲来サムポップ入場。さあ、超絶人気者野獣が地鳴るのような大歓声に乗って入場してまいります。赤コーナーよりファイティングビースト梶田正幸入場。さあ、野心ギラつく格闘獅子が入場してまいりました。ガンガン行け！行けよ！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー200センチ170キロサムポップ頑張れ！行け！赤コーナー183センチ110キロ頑張れ勝ちたまさゆきガンガンいけ。レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。テイクダウン。スイープしてまいります。パンチで返します。させません。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。マウントポジションからナックルを打ち込む。下から切り返します。上から潰します。外してまいります。掴んだ。アップエルボー。蹴ってまいります。抱えます。ボディスラムです。ストンピングを叩き込んでまいります。フロントに捉えます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。腕をフックします。パンチで返します。館内も盛り上がります。腰を落とします。振りほどきます。行くのか。逆に返します。アマチュア格闘技の実績を持っていますこの男。体
体に染み込んでいるその抜群の格闘センスは昨日や今日で身につくものではありません。まさに流れの月日を経て作られた努力の結晶であります。抱えます。ボディースラム、スタンディングを取らせます。フロントに捉えます。今体重乗ってますよ。いい投げ方ですね。はい、もう打ってまいります。起こします。ジャーマン投げ捨て、スリーパーがっちり入った。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。ストッピング、抱えた。ボディースラムで叩きつけた。抱き起こす。ショルダータックル、なぎ倒し。ストッピングを叩き込む。のど輪か。エルボーを入れていく。ガブリの体勢に移行した。外した。フロントに捉えた。させません。突き上げるようなドロップキック。一気にスパークするのか。気合を入れた。リングに戻ります。ガチッと組み合った。バッと返した。腕をフックした。あっと逆にパンチ。あっとエルボー。強烈なローだ。ローを打ち込む。ラリアット強烈。チョークで締めていった。ロープに逃れました。腕をフックした。あっと外した。抜くのか。おっと外した。すごい音がした。キック、奥歯を噛みしめた。あっと逆に足を取った。岸壁の母の胸に抱かれました。組み合った。強烈に叩きつける。ローキック、そのまま体固め。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。あとガブった。ダメージありますよ。はい、グラウンドでの膝蹴り。あと逆に返した。起こした。掴んだ。ラリアット至近距離。引き起こす。ブロックした。こめかめに入りましたよ。脳髄に響いたか。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、そのままアンクルホールドに持っていった。狙ってきますよ。10分経過。見えてますね。外した。頭を掴んでハンマーを落としていく。ローキック強烈。首根っこを掴んだ。ハンマーパンチ強烈。ラリアット。場外に移行した。小股に挟んだ。超高角度KO必須のパワーパーン。ラリアットリングに戻ります。雄たけびを上げた。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。2位を突き上げる。いけるか。肩固め入った。ここで